はい、まあ、ちょうど金沢に帰ってきてまして、ちょっと僕が気になってたセレクトショップにお邪魔したい。やばいね、ここだけなんか行こうかな。ほんとすごいな。入りますか。わあ、すごいですね。お願いします。こんにちは、宮城さんです、はい、初めまして、宮城氏です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。早速拝見してもいいですか。あ、はい、どうぞ。ゆっくり見てください。めちゃくちゃおしゃれですね。ありがとうございます。なんか、秘密基地みたいな。本当にそうですね、なんかちょっと外と、はい、中の感じが全然違うって皆さんおっしゃられるんで。すごい、2階もあるんですね。そうですね、結構違った空間で演出させてもらってます。マジでおしゃれ。皆さん、おしゃれなセレクトショップ多いですね。わあ、すごいアイテムの量も。下がセレクトですか。下も上もセレクトなんですけど、はい、下はどちらかというと、ストリート、ちょっとカルチャーに根付いたアイテムをラインナップしておりまして、はい、ストリートブランドだったりももちろんですけど、ちょっとブック類だったり、確かに。これどういうブランドですか。トマって、はい、テキスタイルデザインにすごく特化したブランドなんですけれども、はい、日本のデザイナーの方がやられてるブランドなんですね。はい、多いです。刺繍が独特ですよね。一応でもコットン100なんで、まあ、ガシガシ洗っていただけますし、はい、このブランドはあれですよね、アレッジの。あ、そうです、アレッジの山口さんが、はい、です。今シーズンでまだ3シーズン目なんで、かなりまだ新しいブランドになってますね。インスタブランドめちゃくちゃおしゃれですよ。めちゃくちゃおしゃれです空気が半端ないですね、はい、なんか日本のブランドじゃないイメージで僕見てたら、日本のブランドなんだみたいな。ビオトープとかにも入ってました。あ、そうですそうです、うん、ビオトープさんが最初のシーズンに別注とかもしたりして。素敵素敵、色味もね、絶妙だよね。グリーン、このブランド僕めっちゃ気になったんですよ。AOR、 はい、一応アダルトオリエンテッドローズっていう、洋服のブランドになるんですけど、もともと代々木にレコードショップがあって、アダルトオリエンテッドレコードうんうん、かわいい。このブランドマジで可愛くて、俺ずっとインスタで見てたんだけど、うん、空気感いいっすよね。いいっすよね。ジャケットとかもすごい綺麗で、直接見たの初めて。ナイロンのね、ブルゾンも気になってたんですよ。うん、なんか袖これ、なんかベストいや、これベストに実はならなくて、ジップついてますね。そうですよ、ジップを閉じていただいて、袖を中に入れるとナップサックに変わる。やば、ナップサック、どういうこと。ちょっと工程が複雑なんでいろいろあるんですけど、実際に完全にナップサックのカバンとして持ち運ぶことができるっていう。どうやって入れるの、みたいな感じだよね。すごいですね。めちゃめちゃ面白いです。いい、これ後で試着したいです、はい、これ、うん、ぜひぜひ。これラフに着てちょっと水を探したの。この辺もいいね、じゃあして今結構いろんなブランドのも混じってるんですけれども、スタッフックスさんっていう一応東京にあるものだったりとか。おしゃれ、いいね、やっぱこういう、お洋服だけじゃなくて、はい、ちょっとこういうカルチャーの面から楽しんでいただければ。確かに別の意味でも本当に着やすくなりますよね、こういうのあると。あ、そうですね、本当にもうさらっと立ち読みぐらいな感覚でもいいので、はい、もうなんかアイテムもグッズも結構多いですね。そうですね、結構靴下だったりとか、まあ、アイウェアとか。このお店のいい匂いするのが取り扱い注意です。あ、そうです。あ、なるほど、はい、これすごいいい匂いするね、このこれすごいいい匂いします。アポテイケ、アポテイケだ、はい、そうです。A のオリジナルの匂いとか別注みたいな感じです。そうです、ブラックアイパッチっていうブランドがあるんですけど、はい、ブラックアイパッチがあそこに貼ってあるステッチ。なるほど、そうです。バランさんってこんなん出してるんですか。あんまり置いてるとこないっすよね。僕初めて見たんですけど、バランさんこんなん出してるの。かわいいね、つまようじみたいな。そうです、歯間ブラシです。やばい、1個どうです。そうですね、歯の矯正してるんでちょっと。そうですよね、1個持って帰ろうかなと思います。ありがとうございます。スマール形状もかわいいっすね。いやー、かわいい。これはこれこそ本当お土産とかに、リムジンソックス、もともとスケートソックスを作ってたブランドなんですけど、最近だと結構ファッションアイテムとして取られる方かなり多いので。いいですね、履き心地も好評いただいてますね。これはもう買って帰ります。そうですね、はい、ます上もある。あ、2階もございます。2階はまたちょっとベーシックで、はい、少しクラシカルなお洋服の方ですけども、はい、まあ、長くはワードローブの中で愛せる
アイテムがそうです。店員さんセレクトですか？そうですね、ちょっと僕は上結構力入れさせて楽しみ。ちょっとクリーンなアイテムが結構多い。なんかもうすごいですね。いいですね。ちょっと芝とは違った空間にできたらなと思ってるんですけれども、はい、あでも結構知ってるブランドさん入ってますね。ブラムスとかボーディー、かこの中心であ使われてます。色違いですね。かわいい。ぜひ。かわいい。お揃いで。確かに。このジュルネットいいですね。コットン使ってる。一応あのコットンとカシミア。カシミアですよね。ボディ。ボディといえばカシミアですね。かわいい。クラシカルになりすぎないような、うん、ちょっとゆるっとしたシルエットにしてるので。なんかベスト気になってますね。最近。そうなんですね。これでもベース完全セーター。あ、そうです。どこのブランドですか？あ、これボディなんですね。このバンジーのあのかわいいこのディテールが、うん、白ニットいいな。オールシーズン着られるような素材感になっているので、はい、まあ、その時期に合わせてボトムとか変えて楽しんでいただくといいですよね。素敵。サブレーションズのニットもちょうどガンジーセーターやってるんで、このディテール見たことあると思って びっくりしました。まあ、ガンジーってすごく長く愛されるものなので、はい、ちょっとあのそのサブレーションの僕もちょっと気になりますね。ニットになんかもう白パンとかで外したいですね。爽やかですね。パンツもめっちゃ可愛いんだよな。これなんていうブランドなんですか？マテリオっていうブランドなんですけど、もともとあのレショップの金子啓司さんと、あ、はい、あのブラームスの村上さん、武器の歌さん、はい、3人でやられてるブランドですね。そうなんですね。すっごい3人、いい3人ですね。そうですね。じゃあ夢のコラボレーションみたいな。夢のコラボレーションみたいな。かわいい。かわいい。やっぱ軍パンっぽいですね、ちょっと。そうですね、パラシュートパンツ の, あのアップデートモデルですね。何かを見つけてしまいました。ナイスネスですか？ナイスネスです。これ超欲しいんですけど。かわいい。この青にピンクとか合わせたくないですか？ちょっといい色味ですね。いいですよね。絶妙です。絶妙。今日このまま入って出勤しちゃうもん。本当だね、うん、こう古着っぽさがあるといいですね。こう色味とかも。そうですね、景観が出て普通のピンクじゃない。はい、ですよね。ニューヨーク の,、はい、のエンジニアードガーメンツで修行した方が、はい、なるほどなるほど。うーん、ピンクかわいい。ピンクにピンクは意外と相性がいいですね。ピンクにこういうブラウンとかも良くない？あ、いいですね。すごいですよね。色気がちょっとある感じがまたいいですね。これもまた同じブランドで、はい、素材がちょっとまた違うんですけど、ラニーを使った、生地感がまた面白いですね。そうですね、リネンですよね。一応そうですね、麻の一種になりますね。素材が入ってくるとちょっと夏っぽくていいですね。夏っぽいですね。はい、ちょっと目移りする。どうしよう。一応セットアップです。セパレートでも抜群にかっこいいんですけれども、はい、セットアップで来ていただいたら確かにすごい印象的です。で今シーズンこれのイメージが強かったですね。ナイスですよ。ハリコトンのシャツ、はい、このイメージがすごいある。印象的ですよね、すごく、はい、試着したのは 3,4 個ぐらいあるんですけど。まずとりあえずこれを試着したいです。お疲れ様でした。このニットも着てみたいんですよ、はい、もちろん。お疲れ様でした。いいっすね、めちゃくちゃ似合ってる。おいいっすね。いや、このぐらいのピンクは遊びやすいかもね。うんうんうん。いや、めっちゃ履きやすいし、丈がね、ぴったしなんですよ。確かに。かわいいよね。あれ、ぴったしで履ける方少ないんで。はい、これ超いいです。いや、かっこいいわ、これ。普通に一目惚れ。めちゃめちゃ似合ってる。久しぶりにこんな、なんか、もう一瞬で決めたもん。てか、まだちなみに値段見てないんで怖いですけどね。ちょっと値段見てどうしました？ああ値段であーって。サイズ感がいいっすね、このリラックス感が。ガンジーセーターのディティール、やっぱこう見えてくると素敵ですね。そうなんですよ。まあ、着るというより分かりやすいかも、うん、結構風通した感もすごくいいので、はい、意外とあのオールシーズン着れるっていうのがなんかいいところですね。値段見ていいっすか？見てみましょう。これあの値段が音をされてました。おおーしますね。あそうですね、やっぱりさすがナイスですの価格でございます。価格でございます。いやでも欲しいな、これ結構します。66,000円ってこと。あらあらまあこれはでもなんかもうえぐり合いな気がする、まあ、自分のワードロープないのよこれ。あだからこういうピンクのなんかもう持ってたのかなみたいな。サイズめっちゃ
ちゃ調整できんのよ。あ、そうなんですよ。そうなんですよ。アジャスター3つついてるから実際20センチ縮めることまでできるので、まあ、ちょっと緩くしたいと。20センチはすごい、うん、しかもここもできる。そうです、そうです。おー、あー、夏いいですね。このままいいですね。いいっすね。もういいしか出てこなくなっちゃってもうなんか裾を引きずってビリビリ乗ってもいいけど、はい、なんかそれも味が出そうだ。やっぱりスマックスじゃないんで、うん、ちょっとあの自分色に染めていただくというか、マイビンテージするような感覚で使ってもらうのがうまい。マイビンテージ僕はあの会社が一緒で、アバリサチですかね、はい、ちょっとあの一緒に接客の練習をしてたなっていう思い出が。そうなんですか。そうロープレイやりましたね。すごい。あ、いいですね。あ、サイズ感もいいですね。はい、あんまり普段見かけないような雰囲気ですね。そうですね、はい、ありがとうございます。あ、いいな。あ、いいですね。ここについてるのも、まあ、もともと名前つけるようなそうですね、リアルの雰囲気なんですけど、そこがあのさっきちょっとお伝えしたナップサックにつながる部分なんで。しかも、自分は結構そうですね、結構しっかりしてるんで、ね、はい、なんかダブルジップなんで逆に上だけの方してあ、そこ、はい、本当にあ、そこ、あ、いいね、なるほど、いいな、そうそうそう、楽だな、楽だな、もうこうで完成ですね。ちょっと男らしさもありつつ、そうですね、ちょっとした甘さもある感じの、うん、いやでもいい、これいいですね。どうしよう、めっちゃ欲しいもの増えてった、やばいです。あとこのパンツなんか脱ぎたくないそってなんか遊べるんですか。そうですね、絞れるってことですか。そうです、両サイドは絞っていただければあ、まあ少しあのくしゃっとバルーンみたいな形に仕上がることになります。へぇ、一応ベースがフランスのメカニックパンツと、はい、その同年代 の, あの US Air Force のパンツとディティールを合わせたような形になっているので、それ遊び心も聞いてますね。かわいい、かわいい、すごい雰囲気いいですね。かわいい、かわいい、いいですね。あら、お揃いですね。一兄弟ですもしかしてパンツもあれ今年あの新鮮ですごくおすすめなパンツですね。いいですね。あ、ダメダメ、マジで欲しくなっちゃうどうしよう、これも面白いんだよ。面白いですよ。わー、いい。おー、また違った、うん、刺繍がちょっとやらしくなってる。そうですね、青とオレンジ、ちょっと体型になってる分少し確かに夏らしくていいですよね、はい、うん、いいよね、こういう、うん、ちょっと体色が刺繍もちょっと立体感あるんですけど、うん、結構ね、すごいよ。ちょっと一点一個差があったりもするんですけど、うん、そこがまた味となっていいですね。わりかし、こういう一点一点刺繍だともうちょっと値段張るのかなと思ったら2万2000円ぐらいです。そうです、うん、リーボ君詳しく可愛いですね。そうですね、今改めてやっぱりすごくかっこいいスニーカーだなと、レザーシューズ感覚で履けるので、はい、うーん、これでおいくらぐらいですか。こちら1万1000円ですね。うん、はい、税込み1万1000円なんで買いやすい。買いやすいですねあ、いいよね。どうしよう、結構ね、マジでもっと見たいですもうなんか気になりだしたらほぼ気になってきたもんねどん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 。これはどういうブランドなんですか。ハイトブースってあのスケートブランドになりますね。へ、そのポンチっぽい感じの。あ、そうです、そうです、素材はこのポンチ使ってて、はい、このブランド独特の身幅が着丈は短めのディティ、うん、あのシルエットなんで。そうですね、しかもなんか前後差が、あ、そうです、そうです、あるんです。これもブルーのね、白出てきたんですけど、やばいです、ね、すごい今カーキ我慢してたんですよ白来たからさ、欲しくなっちゃったよなんか、ちっちゃい小学生が言ってるやりがちなんですよ、ね、こっからだとさ、ちっちゃくてさもうちょっと、まあ、白かわいい、すいません、後出しで。もうこれセットでやつやん、セットでやつやん。しかもネットで何回か、まあね、カートに入れたんやん、これあ、そうなの。いや、いいです、いいですね。めちゃくちゃいいですね。スニーカー合わせます。スニーカー合わせていいですか。この、うん、このロゴの。スニーカーロゴがまだちょっと見えなく。神奈川のセレクトやっぱすごい面白いよな。なかなか多分東京じゃこの規模感でできないと思うので。そうですよね。ああ、いいですね。いやもう結構好き。そうだね、楽だね。ここを開けると、これも
まあ、ベンチクッションがそのままついてるんですけど、まあ、ポケット代わりに使ってもらってもいいかなと。かわいい。あ、無理だ、どうしよう。革靴でもいけるし、例えばシャツ羽織るだけでもいいし、うん、ああ、そうですね。ああ、すごい遠くまで行っちゃってる。悩んでます。上、また上行っちゃうの。行きました。ほい、今日は一旦ナイスですよ。あ、こちらをこちらで、スタート。明日、明日、かしこまりました。ありがとうございます。ありがとうございます。決まりましたね。お願いします。初ナイスネスを。おお。初ファンで。ありがとうございます。よろしくお願いします。ご用意させていただきます。はい、ありがとうございます。買い終わって、コーヒーまで飲んでます。いただいちゃいましたね。お店でコーヒー出るのって超美味しかった。すみません、めっちゃ飲んじゃった。普通に。ありがとうございます。今度は、はい、帰ってきた時、はい、遊びに行きます。はい、皆さんも、はい、ぜひ館に遊びに来てください。はい、いい買い物できました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。